サマンサストーサー、サマンサストーサー、サマンサストーサー、1984年3月30日帯は、オーストラリアブリズベン出身の女子プロテニス選手。2011年の全米オープン女子シングルスの優勝者であり、4大大会女子ダブルスで3勝、混合ダブルス3勝を挙げている。これまでに WTA ツアーで、シングルス9勝、ダブルス26勝を挙げる。 自己最高ランキングは、シングルス4位、ダブルス1位。身長172センチメートル、体重65キログラム、右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ストーサーは、友達の勧めがきっかけで8歳からテニスを始めた。2003年から、女子テニス国別対抗戦、フェドカップのオーストラリア代表選手になる。2004年のアテネゴリンでは、 シングルスダブルスとも1回戦で敗退した。2005年からストーサーのテニス経歴は、開花をはじめ、ダブルスで年間7勝を挙げた。最初の2勝は、同じオーストラリアのブリーアン・スチュワートとペアを組み、同年のウィンブルドン女子ダブルス準決勝進出までは、スチュワートがパートナーであったが、ウィンブルドン終了後のアメリカ・カリフォルニア州、スタンフォード大会からリサ・レーモンドと組むようになる。 このペアは、同年の全米オープン女子ダブルスで4、大大会初優勝を飾り、決勝で、エレーナ・デメンチェワと、フラビア・ペンネッタの組を6から2、5から7、6から3で破った。その後、2人は、女子テニス年間最終戦、WTA ツアー選手権の女子ダブルスでも、優勝した。シングルスでのストーサーは2005年の1月に2週連続、準優勝があり、 2006年5月第2週には、チェコプラハ大会の決勝で、イスラエルのシャハーピアーに6から4、2から6、1から6で敗れている。2006年の前後オープンで、サマンサス・トーサーは、初めて4大大会の女子シングルス4回戦に、進出したが、この年から3年ぶりに、現役復帰したばかりのマルチナ・ヒンディスに1から6、6から7で敗れた。この大会では、 レイモンドと組んだ女子ダブルスでも中国ペアの定期予選同祖紫組に6から2、6から7、3から6の逆転で敗れて準優勝に終わった。しかし翌週に日本のトーレパンパシュフィックオープンテニストーナメントで優勝する。2006年全仏オープンではレイモンドとのペアで第5シードの杉山アイアンドダニエラ・ハンチュコバ組を6から3、6から2で圧倒し、 4大大会女子ダブルスに勝目を挙げた。それから2年後、ストーサーとレーモンドは2008年ウィンブルドンで初めての決勝進出を決めたが、ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹ペアに2から6、2から6のストレートで完敗した。この後、北京リンで2度目のオリンピックに出場する。2009年から、ストーサーのダブルスパートナーは同じオーストラリアのレネスタブスに変わった。 2009年の全仏オープンで、サマンサストーサーは初めてシングルスのベスト4に進出した。第30シードだった彼女は、3回戦で第4、シードのエレーナ・デメンチェワを破って波に乗り、4回戦はビルジニ・ラザの準々決勝では、ソラナ・チルステアを破って勝ち進んだ。初進出のシングルス準決勝では、第7シードのスベトラーナ・クズネッツォワに4から6、7から6、 3から6で競り負け、彼女の快進撃はここで止まった。それから4ヶ月後、ストーサーは大阪市内のウツボテニスセンターで開かれた HPO オープンで WTA ツアーのシングルス初優勝を飾った。決勝戦ではフランチェスカ・スキアボーネに7から5、6から1のスコアで勝った。それまでの彼女は WTA ツアーのシングルス決勝で5度の準優勝に甘んじていた。 2010年、ファミリーサークルカップの決勝で、ストーサーは、ベラズ・ボナレワを6から0、6から3で破り、シングルス2勝目を挙げると、全仏オープンでは4回戦で、過去4回優勝しているジュスイーヌ・エナを2から6、6から1、6から4で、準々決勝では、世界ランク1位のセリーナ・ウィリアムズを6から2、6から7、8から6で破り2年連続の準決勝に、進出する。 準決勝では、エレナ・ヤンコビッチ、セルビアに6から1、6から2で圧勝し4大体開発の決勝に進んだが、決勝で、フランチェスカ・スキア・ボーネに4から6、6から7で敗れ準優勝となった。2011年、第9シードで臨んだ全米オープンは、3回戦、4回戦、準決勝をいずれも、フルセットの接戦で勝ち上がり、 決勝では1ヶ月前に怪我から復帰した元女王のセリーナ・ウィリアムズと戦。6から2、6から3のストレートで解消し、念願のシングルスグランドスラム初タイトルを手にした。ストーサーは芝の大会が苦手で、ウィンブルドンのシングルスでは2009年と2013年、2015年の3回戦進出が最高成績である。 三度目の逸話出場となったロンドン五輪でもシングルス、ダブルスとも一回戦で敗退した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。